サザビ出ます。サザビ発進。サザビ出る。今回はこの難しい超究極サザビいろんなキャラでワンパンしていこうと思います。でね、このクエストの仕様、まあ、こんな感じでいろいろ書いてあるわけなんですけど、まあ、右側にも多分書いてあると思うんですけど、私ね、これどういう倍率になってんのかなと思って調べたら、はっ？ま、今右側に書いてあると思うんですけど、まあ、直殴り、殴った時の倍率1倍なんですよ。でね、弱点の倍率が3倍なんですよね。これ、一部の敵弱点効果アップって書いといて、ボスアップしてないの、ちょっと詐欺じゃないって思ったんですけど、いやーこれ、いやこれのせいでね、すっげーこのクエスト正直ワンパンしにくいんですよね。もう選ばれたキャラしか今回はワンパンできないです。多分。だからとりあえず連れてきたのは、まず、レムっすね。だこれ使って、ちょっと SS が停止後にモーニングスターで動き。まあ一応これ、ダメージスモーク全部拾ったら攻撃力30倍まで跳ね上がるから、まあそれでなんとか、なるかなーみたいな感じなんですけど、はい。そう、なんとかなるかなと。で、勝ち拾って、ちょっと調整して、お！いいんじゃない？で、ルナバフも拾って、どうだろうこれ、行くかな？で、午後系1も11億あるから、あ、いたいたいや、ハマー様と一緒でさ、シャアも合計 HP11 億あるから、これも絶対カンスト必須というか、むしろカンストしてもワンパンできない可能性もあるんですね。もう本格的にやっぱりカンストオーバーのダメージを見せてくれるようにしてくんないと、ちょっとモンスト的にこれ厳しくなってくるんじゃないんでしょうか。そしたら次はですね、勇者大、停止後にアバンストラッシュで攻撃。モンスト界唯一のボス必中と弱点必中を同時に兼ね備えてるキャラになってます。なので、最高火力を出すのはめちゃくちゃ簡単なんですけど、問題は、ここからね、火力が落ちるんですよね、みんな。だから、いや、接待能力がかなり求められるから、編成も難しくなって、ボスにたどり着くことがまず難しくなるんですよね。もう本当にアムロ隊に、もう頑張ってもらうしかないです。はいはいはい。とりあえず回復して、で、あと、ダイはね、カウンターキラーを持ってるから、これで出てくる、シールドのさ、回復フレアをもらっちゃった瞬間にカウンターキラーが、取れちゃうのよね。はい。なので、このぶっ壊すシールドの、この回復フレア、ほんの極小範囲を、入ったらダメなの、あー、入った。入っちゃった。いやー、カウンターキラー、いや、でも接待多めにしたから、あとギリギリまで削ったから、ワンチャンいかねえかな。おおおカウンターキラーだ、あくそ、くそー、私の心持て遊びやがって、あー、これ、いったんじゃないですか。でも、殴ってないけど、カウンターキラーのこと考えたら、ストラッシュ、よし、オッケー。あ、ちなみにこの声優さんは、あれですね、先行のハサウェイの、客室乗務員の方に、次はね、グレイフルバスター、最初に触れた敵に、今日はゼロの幸で攻撃。いやね、やっぱ、水属性残しといてよかったわ。てか、今回ね、水以外のキャラは、よっぽど選ばれたキャラじゃないと、ワンパンできなさそうなんで、やってみた感じ。なんでやっててよかったね。で、グレイの声優さんは、もうダブローのグラハムとか、めちゃめちゃ有名な人たち、たくさん使ってるから、すごいね。で、右に薄く行って、殴りすぎても大変だから、はい。多分これで、いい感じに、戻って、真ん中止まったら、いけんじゃないっすか？あ、これ拾うんじゃない？弱点。多分拾う。いけ！よし！いいんじゃない？よっしゃ！来たでしょ！あ、ちなみにこれわざと勝ち倒してないのは、シールドが割と邪魔になるんで反射だと全部のスモッグ拾おうと思ったら、意図的にこれ勝ち倒してないですね。次はね、この人、ワンピースからヤマト使っていきます。最初に触れた敵に、雷鳴八卦で攻撃っすね。でね、この人、結構いろんなところでガンダムやれてて、まあ、アイラ、ユルキ、アイネンとか、あと、エイジにも、エイジ？あれ？なんだっけ？ビルドファイターズにも出てるし、あと、ララースもやってるから、まあ、実質、ララーとシャーみたいな。いや、そういうところもあるからね。あとは、怒り倍率も乗せて、いや、この人今回、キラー全く乗ってないから、はい。
雷鳴発見。どこ行くねん。いや、どうだこれ。怒り倍率最大。よし。やっとできた。いや、皆さんには一瞬だけど、私ちょっとこれのワンパに1時間半ぐらい今、めちゃくちゃかけてたからね。この人、善逸&ハシビラ、これが、霹靂一閃神速で攻撃、鬼滅のスターターパックのキャラですね。だから、そんなに強い方じゃないですけど、ただ、今回の水属性のキャラ、みんな火力上げる要素全然、乗ってくれないんで、ヤマトとか。だからね、意外とこれカウンターキラーだけだけど、他のキャラよりも火力高くなってるんですよね。あとは、うまいこと、カウンターキラー、これ、ダイの時も一緒だけど、避けて、うまいこと、全部拾って、弱点目の前。それがうまいこといければ、お？あ、避けたんじゃね？頼む！頼む！目の前目の前目の前！お！あ、来たんじゃね？いけ、拓也！頼む！いけ！頼む！よー！終わったー！水属性のこの5体だけで何時間かかったのです。余裕で多分7時間ぐらいはかかってますね。ちょっと、めちゃめちゃ疲れたからちょっと息抜きするわ。ササビ、出ます。ササビ、発進。ササビ。え？カッパって、自称クエだとゴミクソ SS になるの？初めて知ったんですけど。じゃあカッパダメだったんで、プチ息抜きのネオワンパンやります。はい。で、爆豪で、これ、弱点強化 1.5 倍ですね。今、ヒロアカが、ちょうどジャンプでめちゃめちゃいい展開だから、かなり燃えるね。で、あとは、ネオの SS はこれ、触れた最初の敵を打撃する。あとは、触れた壁の数に応じて、壁の面数か、によって変わるんで、まあ、ブロックがあるから最高倍率は受けられないんですけど、ほらね皆知りたいと思うんですけど、ノーダメヒールがあるからね、即死から回復できる。攻撃さえ受けなければ。で、ブロックがあるから2面しかできないんですけど、だから本気の3分の1しか出せてないんですよね。だけど、はい。しかもパワーオーラも自傷のせいで消えるし。だから実質4分の1ぐらいかな。はい。まあ、ネオの本気の4分の1でも、まあ、ちょちょいと接待してあげればこんなもんよ。仮に4面触れられたら接待0でワンパンできるんだ、この人。そしたら次はね、この人。ピニカ SS が敵に触れるごとにパワーがアップですね。まあ、この SS はね、なんだっけ。天魔7でもやったかな？この加速付与した状態で思いっきり弱点と敵の間に挟まることによってものすごいダメージを叩き出す。あとなんだっけ？ブリーチコラボの10銀でもこのやり方やってるの気がする。なので、まあ、それをサザビでやります。まあ、こういう挟まる系だったらこういうキャラがめちゃめちゃ強いしね。あとは、ぴったり挟まれるかどうか。まあ、45度で。はい。いけ！よっ！え？あれ？触れてねえ！くっそ！なんで触れてないねん！アイラゆるきアイねん！あー！できたー！スーパー挟まるしかまる！何が息抜きじゃい、これが！1時間ぐらいかかったぞ！やべ、今回、歴代で最長のワンパン動画、作る側でかかるかもしれん、これ。そしたら次はね、この人。青い&ホックスメタル、リングの中を縦横無尽に駆け回る。まあこれやることは、さっきのピーカと同じで、思いっきり挟まって、思いっきりぶん殴るだけなんですけど、いや声優さんがね、水星の魔女のミオリネなんですよね。なので、ちょっと同じやりたくなんですけど、連れてきました。いやー、閉まらないなー。人殺し。そしたらここからは多属性のキャラ使っていきます。でまず、コナミキリエ。ちょっとハマーン様で被っちゃうけど、あんまり今回数いないんですよね。まあ、蒼月でぶった切るということで、ちょうど横に弱点があるから、絶対に来てくれると。で、とりあえず、接待役でイチゴ入れて、はい。これが最後の弱点強化と割合攻撃で、怒り倍率も乗せ役になってるね。で、あとはこれで。いい感じに配置してくんねえかな。いや、ダメか。で、無月で 35% 絶対に削る。まあ、これが割合攻撃だから、怒り倍率がね、比較的乗せやすいんですよね。よし、耐えた。
じゃあ、あとは、もうこれ、SS 近くの敵だけど、まあ、やってる間にどうせ雑魚は殲滅できるんで、多分。だから、まあ、適当暴れで、いいっしょ。まあ、拾って拾ってで。はい。これで、一発殴って止めて、よし、全部壊して、いいんじゃないこれ。いけ、よし、あーできたこの映像見たらわかるけど、道中めちゃめちゃに難しいんですよね。なんで、まあ多属性のキャラいくつかいるんですけど、道中難しすぎて、そんなできねえかもしんない。じゃあね、いや、あはは、クガ。やべ、クガの、もうこれ絶対、ヨータの使い忘れたから 100% 失敗しねえやつって思ったら、クリティカル出ちゃった。まあ、ヨータの使ってたら成功してたということで、まあまあまあいいでしょ、これは。そして最後は、アムロレイですね。触れた最初の敵に、オールレンジ攻撃で攻撃。やっぱ、逆襲のシャアだから、アムロはワンパンしたいしね。でね、皆さん多分アムロ使ったことあるから、わかると思うんですけど、どうあがいてもアムロはワンパンできないんですよね。じゃあ、どうやってアムロでワンパンするかっていうと、ピリカとかと一緒で、思いっきり挟まって、思いっきりぶっ飛ばして、終わらせるパターン。まあ、それでね、ワンパンします。でね、今これね、めちゃめちゃ裏でやり直してたから、もうね、喋るの億劫になって無言になってるから、今、この解説は後付けね、SS 打ってから、リアルタイムの私に切り替わるんで、はい。そしたら、ここから SS 打つんで、私のリアルタイム、どうぞ、お願いします。あ、いや、なんで割合、いや、どうすか、これどう、あー、できたー、ニューガンダムワンパン、ニューガンダムは盾じゃないというところを見せられました。あー、いや、やっぱ、めちゃめちゃちょっと無理やりワンパンだけど、これはマジで、やりたかったっすね。もう満足。はい、じゃあ今回の、シャアのワンパン、終わります。ごきげんよう。